産経新聞の藤井です。弊社のですね、昨日の朝刊の一面なんですけれども、慰安婦問題について、この談話の根拠になっていた元韓国の慰安婦の方の調査がまずずさんだったので、談話の正当性が覆されたという記事を掲載したんですが、もしご覧になっていらしたら、ご感想やですね、今後の影響についてご所見をいただきたいんですけれども。きちっとああいう事実はどんどん報じてもらいたいと思いますね。慰安婦問題について日本国民の皆さんも、僕もそうでしたけどもね、何が問題点で、河野談話の何が問題で、これはどこを問題提起しなければいけないのかなんていうのは、小中高大の教育でも学ぶこともないし、普通の生活をしている上においてそういう情報を得るってことはないですから、どんどんああいう形で報道してもらいたいですね。ただ一方で、朝日が報じたようにね、じゃあ、他地域で、調査をするってことについて、そこはちょっといろんな問題点が広がらないようにやるべきじゃないとかいうような、そういうことを政府の方が言ったとかいうような記録も出てきたということもありますから、それはそれでまた朝日の方がいろんな報じ方をしてですね、結局調査というものがきちんとされたのかどうなのか、これはどんどんこういう形で表に出した方がいいんじゃないでしょうかね。でもやっぱりちょっとずれてるなと思ったのがやっぱり毎日新聞でね、ちょっといつの記事か忘れましたけども、スマラン事件か何かを持ち出してね、オランダ人捕虜のその暴行を受けた、性的にも暴行を受けたオランダ人捕虜の、インドネシアでしたっけな、あれスマラン事件でね、あれは B 級 C 級戦犯でもう処罰されてね、であれをもって、ほら見てみろ、橋本が言ったことは間違いだ、それを強制があったじゃないかって言いますけども、さ、戦争状態なんだからそもそも人を殺し合ってるわけですね。でそういう中で、それは女性に対しての性的な、ね、暴行っていうのもさあるわけですよね。それはきちっと B 級 C 級戦犯でこれは裁かれてるわけです。慰安婦問題、やっぱ毎日新聞はね、どうも論点ずれてるのは、今回の産経新聞の大々的な石原信夫元官房副長官のね、インタビューで、今回産経新聞がきちっと事実をああいうふうに報じてましたけども、以前に毎日新聞は僕の慰安婦問題の発言を受けて、石原信夫官房長官の方にインタビューを受けて、ほら強制があったじゃないかって言って、それ石原信夫官房長官はそれはその当時のその慰安所の中でね、非常に施設に尽くし難いその環境もあった、その中では暴行もあったかもわからないっていうような話をこうしてるわけですよ。でその強制性っていうのは誰もがもう認めてるわけですね。でこれ何が問題点かといったら、もう端的に言ったらね、グレンデール市の慰安婦像の問題のようにね、これはみんなが反省もして戒めを、もう二度とこんなことはやってはいけないということをみんなでそれは決意をしなければいけない、それはもうその通りですよ。でもその時に日本軍だけの問題としてね取り上げて、そしていかにも日本軍だけが、日本の国だけがそういうことをやっていた、とんでもないことをやっていたって言わんばかりでね、世界にこうこの問題が流布される、そこがおかしいでしょっていうのが今回の問題点でね。誰もその時に慰安婦の方がね、中には自分の意思でそういう職業に就いた人っていうのは、それは事実としてあるわけです。実際に新聞広告で慰安婦募集っていうことを実際に広告出してたわけですから、自由意思で行った人もいるけれども、やっぱり自由意思でない、騙されながら自分の意に反してそういう仕事に就かされたっていう、そういう女性もいるわけですよ。でみんなある、で非常に不幸な歴史でもある。でもそれを世界各国がね、日本のその特殊問題というふうに取り上げて、アジアのホロコーストなんていうことを宣伝しながらですね、で何といってもこの女性に対する戦場の性の問題として、この日本軍だけの問題ということで取り上げてね、みんなでこういうことを二度と犯してはいけないということを決意するなんて、それは違うじゃないかと。やっぱりと戦争時の女性、戦争時における性の問題というものをきちんと考えていけばね、これは世界各国が、全世界が同じように反省もしながら、二度と
過ちは繰り返せないって決意をする問題だというところが問題点なのに、なんかねこうそういうことを言うと慰安婦問題を正当化したとかね、日本が強制してたっていうことが明らかだとか、何が問題点なのかっていうのもちょっと、まあこれも僕もずっと勉強して初めてこういうふうなところに到達したところであって、今までの議論というものがどうも錯綜してたんでしょうね。一部の保守論客と言われている人が慰安婦問題を正当化して何も問題はない、何も悪いことはないというふうに言ってた人もいるから、この問題について発言するとねすぐ慰安婦問題正当化というふうに言いますけども、そうじゃなくて、やっぱり女性の人権が蹂躙されてたことは間違いなくて、そういうことは二度と繰り返しちゃいけないんだけども、でもそれをね日本特有の問題として河野談話というものを引き合いに出して、日本特有の問題としてね世界に流布されるっていうことは、それは僕は違うというのを思ってますんでね。だからあれですよ、毎日新聞の石原信夫さんの意見と、石原信夫さんのインタビューをもとに強制性があったと。だからその話はもう強制なんて言葉はやめてね、強制なんて言葉はやめて、その環境の中で必然に尽くしがたい、そういう環境の中で暴行とか受けた人もいるでしょうと。だからそういうことはしっかり認めた上でね、だからといってスマラン事件のねオランダ人捕虜の話を持って、もう鬼の首を取ったように、日本が国家の意思として国家組織としてね、もうどんどん女性を拉致した人身売買していた、そんな風に毎日新聞は言いたいのかも分かりませんけど、それは違いますよ。戦争時においてもういわゆる人道に対する罪に違反したその兵士なんていうのはもういっぱいいるわけで、それは敗戦国の方だけじゃなくても戦勝国にもいっぱいいる。でも敗戦国としてこれ B級新級戦犯として裁かれていく、そこはしっかりそれで裁かれてるわけです。だから慰安婦の問題っていうのは国家の意思としてね、その女性をもうどんどん強制的に拉致して人身売買やった、もうとんでもない国なんだというところを世界はそういうところをそういうふうに日本を見てるわけでね、それは違うでしょうということを僕は言ってるんだけど、毎日新聞というのはやっぱりこの問題になるとどうもエキセントリックになって論点こうずれてしまうなと思いましたけどね。だから産経新聞にはぜひああいう形で頑張って事実をどんどん伝えてもらってね、でも僕はもしかすると最終のところで産経新聞と意見が異なるところがあるのかもわからないけど、僕は慰安婦問題正当化するつもりはないのでね。でも産経新聞も一瞬だから僕の発言の後っていうのはちょっと及び腰になってて、どういうスタンスでいこうかってことは迷ってたところがあるから、どうも最初は慰安婦問題については正当化しようというような論調だったのが今は正当化してないと思うんでね、多分そこは認識は一緒なのかなってのは思うんです、まあ、だからといって朝日がやってるような調査について不十分じゃないかって報道を否定することも僕は考えてないので、ぜひそういうことはもう各報道機関がきちんとどんどん報道してもらったらいいと思いますけどね。ありがとうございます。